じゃあ、先生、スタートさせていただければと思います。はい。改めて、こんにちは。こんにちは。その新しい取り組み挑戦という形で、もう本当にピンときたら、まずやろうと。はい、もう、それが、トーマス先生の掛け声だというふうにも、はい、はい、思うんですけども、まあ、今まで、YouTube であったりですとか、そういった新しい情報発信という部分の中で、今回は、ぜひこの、Facebook ライブにも挑戦していきたいということを、お声掛けいただきまして、今回僕は、司会進行役として担当させていただく、アクティビストの代表を務めます、河合克人と申します。よろしくお願いします。お願いします。先生もこういった画面でを向かって話すってことは、倫理法人会であったりですとか、トーマーグループのセミナーでもやられていらっしゃるとも思うんですけども、ぜひ今回はですね、チャットなんかにも、Facebook コメント書き込めるような形にもなっていますので、そんなコメントも、僕たちの方で拾わせていただきながら、答えていただければということも思っています。これはね、コロナでね、はい、今まで5年かかると思われたことが縮まっちゃったんだよね。ああ、なるほど。いや、だから今まではコロナがなかったら、これこんなに早くね、はい、その発想が出てこなかったんですよ。はい、Zoom とか Facebook Live とかね。これはもうからコロナのおかげなんですよ。うん、まあ一緒にコロナはね、恨まれてるけども、はい、コロナに対してはコロナがやっぱりあったからこういうふうになってる、はい、これうまく使わないと手は皆さんもないんですよ、絶対ね、そう思います。はい、はい、ありがとうございます。もうトーマ先生のことはこのグループにも入ってくださっている方々ですから、ご存知かとは思うんですけども、ゼロからこの司業の、司法書士の方だけがいるのではなく、もうあらゆる、コンサルタントの事業の方々がこのグループにいらっしゃる、ワンストップのコンサルティングファームを一台で作り上げられたようなご実績をお持ちでいらっしゃいます。そしてご自身でも事業をその承継されてですね、そして今は今日から100年作っていく、100年ついていく企業づくりをしていくんだと、そういったようなそのコンセプトで我々のようなその若者からこの事業を受け継いでいきたいんだって受け継ぐ側の方々までですね、サポートをされているようなお仕事をされているトーマ先生に、今日はこのアフターコロナを生き抜いていくためのリーダーのその心構え、マインドセットっていうテーマに関してお話を聞かせていただければということを思っております。はい、ありがとうございます。はい。そして今回、こういったの、まあ、新しい取り組みとしての、1回のチャレンジで終わるのではなくてですね、月に1回ぐらいのペースで、でもきっと、トーマ先生、アイデアマンでいらっしゃるので、月に1回って言いながらも、回数増えるんじゃないのかな、なんていうふうにも、思っているんですけども、そういった、先生が今まで出会われてきた方々の中で、もうこの方の話は、ぜひ、生で聞いてみたらいいよ、と。そういったような方も、ゲストにお招きしてですね、こちらの、この100年企業づくりの、グループで、配信をしていければということも、思っております。で、そんな形で、はい、スタートしていければと思います。よろしくお願いします。はい、どうなるか、今後の展開ははっきりわかりませんけど、はい、我々もワクワクしてますし、ぜひワクワク期待をして、はい、見ていただけたらなと思います。はい。はい、ありがとうございます。それでは今日はですね、もう一人、ゲストをですね、お招きをさせていただきました。では、早速ではありますが、登場いただいてもいいでしょうか。ウィルファードの成瀬さんです。お願いします。こんにちは。成瀬です。よろしくお願いします。きっと、この成瀬さん、僕、トーマ先生、この3人の共通の方々はですね、意外と多いんじゃないかなというふうにも思っているので、もうすでに成瀬さんのことをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今、もうこのコロナが来る前からですね、出社する義務がない、ウィルフォワードという会社を立ち上げられて、ちょうど今10年目になられるんですかね。そうです。はい。ご自身でも鎌倉に現在移住されながら、鎌倉の地域かける企業っていうようなこのインキュベーションオフィスの支援をされてらっしゃったりですとか、文科省が主催をされる研究者の方々のこの起業をしていくところのメンターであったりですとか、さまざまな活躍をされてらっしゃる成瀬さんの視点から、ぜひ成瀬さんはどちらかというとこの若者やその新しいゼロから1を生み出していくリーダーがどんな風に生き抜いていくのかっていう、まあ、メッセージに関していただければという風にも思っておりますし、逆にトーマ先生からは、まあ、そういった、新しいエネルギーをぜひ活用していきながらも、でもこの老舗企業の日本ならではのっていう部分の観点でもメッセージをいただけたら嬉しく存じております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
こちら Facebook のコメントの方とかも自由に書き込んでいただいたりすることってできるかと思うんですけども、渡辺さん、これって書き込めるようになってますかね？あ、今コメントがオンになってなかったのかな？これでいけるのかな？コメントってとこで見れてますよ。あ、見てますか？あ、OK です。僕が勝手に多分コメントがオンになってなかっただけだったみたいです。大丈夫です。では、早速よろしくお願いします。じゃあ、早速ではあるんですけども、この、まあ、アフターコロナを生き抜くリーダーのマインドセットと、先生、この、まあ、この先、誰もわからないとは思うんですけども、この、まあ、半年、1年と、この、まあ、経済ってどんな風になっていくというふうに先生は予想されますか？はい。私はですね、マインド不況って言ってるんですけど、コロナが終わって、まあ、要するに、まあ、ワクチンが見つかってもですね、みんな海外にバンバン行くような、それから、まあ、豪華なものを食べる。昔のそのコロナの前に、まあ、結構いろんなヒートしてましたよね。そういうことがですね、だんだんこう、なくなって、まあ、行かなくてもいいかっていうようなことで、やっぱりそういう意味では飛行機会社も、電鉄も、サービスも、飲食も、ホテルも、やっぱりこれ、本当に5割の状況に私はなってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからまあ10年後はね、またそれがこう気持ちが戻ってくるというふうには人間は思うんですけど、やっぱ5年から10年はまあそういうマインド不況が私は起こるのかな。まあ、その中でいつも私は言うんですけど、コダックになるんですか？富士フイルムになるんですか？って。富士フイルムは、デジタルがね、まあ出だした時にね、富士フイルムの、フィルム事業が7割の利益を上げてたんですね。富士フイルムの。その中で、これはやばいと言って、まあ当然その事業は続けるんだけど、多分なくなるだろうということで、M&A で、まあ何兆もお金の中の、まあ4分の1とか半分ぐらい使ってですね、まあ要するに周辺の業務を M&A していったわけですね。なんで M&A したかっていうと、間に合わないわけですよ。ゼロからスタートしたんじゃ。だからやっぱりそういう意味では、5割スタートの M&A をして、まあいろんなレントゲンだとか、いろんな化粧品だとか薬だとかいう、ビジネスを買収して、それで、まあ今非常にね、流々とされてる。コダックはですね、まあ逆にフィルム1本で行くんだというような選択をして、最後はまあ潰れてしまったんですね。ですからコロナ後は、私は要するに、コロナの前には絶対戻らない。はっきり言えますね。コロナの前には戻らない。もし戻るとしたら10年後。それまではなかなかね、皆さん戻らない。ヨーロッパなんかは観光都市ですよ、ほとんど。観光で食ってんですよ。その観光が全部壊滅的ですから、やっぱりそういう人たちが日本にどんどん来るかっていうと、そういう状況でもないし、やっぱりなかなか私は難しいのかなというふうに思ってます。だから私は5割の状況の中で何をするかというと、やっぱり新しい風を吹かして、コロナ後、生き残るためのことを考えるってことが必要かなというふうに思うんですね。これが考えられないと、やっぱり沈んでしまうのかなっていうふうに私は思っています。で、新しいやっぱりコロナ後、いろんなことを考えてやっている人がたくさんいます。で、この人たちが生き残って、ね、前と同じことを考えている人は沈没してしまう可能性は強いのかなっていうふうに思っています。はい。はい、ありがとうございます。この新しい風を吹かせていくと、その、まあ、半分、まあ、二分の一経済になっていったとしても、逆に守りではなくて、挑戦していくっていうところがキーワードになりそうなんですね。と、私は思います。はい。で、まさにそういった新しい風を吹かせていくっていう部分では、もうビュンビュン風が吹いてる、真っ只中にいたり、風を吹かせる側にいるのが成瀬さんなんじゃないかな、なんていうふうにも思うんですけども、今の、ね、トモ先生のメッセージ聞かれていかがでしょうか。新しい風を吹かせる。まさに世の中のその企業のほとんどがコダックの道を歩んでいると危機感を感じていて、うん、で、まあベンチャーまさにこう新しい技術で世の中こうしようっていうベンチャーからすると結構今ってチャンスで、うん、要は資金がなんか投資先のいいのがないんで結構ベンチャーにまだ流れてくるっていう流れがあるし、うんうん、まあ優秀な人材がこれだけテレワークとか、まあ、ある種副業とかってなってくるとベンチャーがフルタイムでは採用できないけれどもハーフタイムだったらとかピンポイントだったらっていうのでかなりの経験を持ったり技術を持った人間をこう仲間に取り入れやすかったり
で、これだけお金が借りやすい、補助金がある、場合によっては給付金とかもらえる。で、世の中のニーズがガラッと変わったので、新しい市場がボンと生まれた。で、そこにはまだ大企業とか、のさばってるプレイヤーが少ない。まあ、もちろんアマゾンとか、ね、Google とか、もう超マンモスのガーファーとかはあるけど、とは言っても、まだまだ新しい市場ができた。じゃあ、飛び込むベンチャーにとってはチャンスある。なんだけど、今までのこの日本の、それこそ僕、トーマ先生に聞いてみたいと思ったのが、本当にそれこそ歴史のある企業が、今まさにこれだけ世の中が変わろうとしてるにもかかわらず、イノベーションを起こせずに、コダックの道を歩もうとしてると僕は感じてるんですね。どっちかっていうと、コロナどうですかと、まあ大変ですね。じゃあどうしてますかっていうと、耐えてます、ね。要はこの嵐が過ぎ去るのをひたすら耐える。で、確かに、雇用調整の助成金が出たりとか、給付金が出たりとか、ね、家賃補助が出たりするので、まあ支出は出ていくにせよ、多少国から支援されたり、国から結構な、ね、金額のお金をいい条件で借りれたりするんで、耐えられるかもしれないけど、耐えた先に何やりますかって時、正直、そりゃないだろっていうふうに僕は話を聞いて感じるんですけど、うん、そういった企業はやっぱりそのイノベーションのジレンマというか、イノベーションを起こせないのか、淘汰される運命なのか、いや、それともそういう企業こそ何かしらの力が加わることによってイノベーションを起こして、アフターコロナの時代に必要とされる企業にもう一度なれるのかっていうのを、結構やっぱりそういった老舗企業にこう食い込んできて、まあ、もしくは、こう、トーマ先生自身が、こう、風を吹かしてきた人だと思っているので、どうすれば、その、コダックではなく、富士フイルムになれるんだっていうのを、ちょっと考察を伺いたいなと思ってました。ありがとうございます。いいですか？はい。最近ちょっと経営者のタイプっていうので勉強したんですけどね、その、革新派と、ね、革新をする派と、それから マネージメント派と職人派がいるって言うんですよね。それは一人の人間の中にそういう人がいてですね、やっぱり変えられるのは革新派だけなんですよね。だからこう、革新派がやっぱりリーダーになるとですね、やっぱりそうなっていくし、そのマネージメント派だと革新ができなくて、まあ今のね、状況をずるずる従っていきながら、なんとか生き残ろうみたいな話になるし、職人派はまああんまり大きくしないので、まあ自分だけ生きりゃいいやみたいな感じなんで、やっぱりそういうこう、経営者のタイプがあって、まあ革新派もいないわけではないというふうに思うんですよね。星野リゾートの星野さんがですね、今こそね、我々の経営がね、我々の経営力が試されるチャンスなんだっていうことを言ってんですよ。やっぱ彼なんかはですね、革新派ですよね。で、彼はですね、基本的には全てね、任せる経営をやってきた。けど、今こそトップダウンじゃなきゃダメだ。なるほど。それをやっぱり言ってますよね。やっぱり、基本的には任せてきたけど、この苦難の時には、俺はトップダウンやるぞって宣言をしてるんですよ。やっぱりそういう、こう、ね、経営の方向もね、革新するにはやっぱりトップダウンじゃなきゃ難しいですよ。ですから、みんなの意見を聞いてたらなかなか難しい。ですから、聞くのいいんだけど、やっぱり最後はもうトップダウンでバーンと決めていかないと、革新ってできないんじゃないかなって思いますよね。だからやっぱりそういう意味では。確かに、そうですよね、うん。やっぱりそういうのはありますよね。うん、なんか、現場に革新を期待しても、無理。その、今自分のやってる業務を革新させる。例えばじゃあ、船乗りだとして、自分が、なんかその、ね、帆をこうコントロールしてる人がより早く出せるようにしようはできたとしても、そもそもこっちじゃなくてこっち行くぞっていうのは船長にしかできないですもんね。そうなんですよ。だからそれがやっぱり。ってことは、もう経営者に、命がけで舵切れっていうのが今必要なんですかね。そうです。舵切るっていうこと。ね。だ今だから逆に僕は、会社の中にIT の部門を作れっていうのが私の一つの主張なんですよ。大きな企業。IT の舞台を作って、社内の IT もやりながら、自分の業種で何か IT の特徴を出したらそれを売ってみるとか、そういうことだってあるわけで、やっぱりなんかそういうこともあると思うし、まあ今だと巣ごもりがね、スーパーなんか売り上げが上がってるわけですよね。そういうところに入る商品を、
今まではやってなかったけど作るとかですね、やっぱり打つ手っていくらでもある。あと海外ですよね。日本は今1億3000万ですよ。海外は70億あるわけですよ。この市場をね、考えないと私はいけないんじゃないのっていうふうに思うんですよね。最近私はもう50部ぐらい買ったんですけど、これあれあるかな、あ、これね、これトラヤさんのこれ商品なんですよ。全部英語です。裏はそれ何ですか。これ羊羹なんです。羊羹、羊羹、僕も実は先ほどですね、トーマス先生にもらって、手元にジャーンってあるんです。これ、ああ、緑だから、レンガのがあれなんていうのか。チョコレートと、ミックスしてる、ね。チョコレート羊羹。チョコレートとミックスしたり、抹茶とミックスしたり、トマトとミックスして、ね。で、英語なんです、全部。ということは、世界中に羊羹を売りたいっていう意思表示なんです。で僕、トラヤの社長から、トラヤの夢は、羊羹を世界に売るっていうのが夢があって、ね。それの第一の商品なんですよ。老舗でもこうやって、ね。で、彼らたちは思ってるのは、世界中の飛行場にチョコレートあるけど、羊羹ないね。ね。世界中の、ね、飛行場に羊羹を置きたいっていう意向だと私は思ってます。ね。だから、そういう意味では、老舗でも革新したり、世界を目指したり、やることはいくらでもあると思うね。うん。だから、この間、実は私、いつも行く、ネクタイ屋さんがあるんですよ。安いです。800円とか1000円しないようなネクタイ、いっぱい行く。庶民派ですね。私そうですよ。だってネクタイいつもおこぼしちゃうからさ。ね、そしたらね、大変でしょ、ネクタイってもうテレワークだし、なんとかったらね、いや、違うんだ。バタバタと同業が潰れてるから、うちしかやってないから、買いに来るんだって言うんですよね。へぇー。最後まで残れば、行くんですよ。人力車もそうです。ボーリング場もそうです。最後までしぶとく残ったら、ね、ニーズがある限りは残るんですよ。これ、松下幸之助も言ってるんです。ニーズがある限り最後まで残ったら勝ちやでって、まさこの人も言ってるんだ。やっぱりそれも一つだと思いますよね。だからやっぱ打ちながら、やっぱり生き残ることを考える。これが重要じゃないかなって私は思うんですね。当然革新も重要ですし、生き残ることも重要だし、なんかそんなことを私は最近思ってますね。だから新しい動かしてほしい。例えば、その、革新しなきゃいけないっていうのは、理屈でもすごくよくわかるから、革新するぞと言って、トップとしては舵を切ろうって思っても、じゃあ具体的に何に舵を切ったらいいのかわかんない。何やったらいいんだみたいな人も多いのかなと思うんですけど。それは、年中革新を考えてないと無理なんですよ。多分、エジソンだって、いろんな人だって、常に何かを、革新したいと思ってて、そこで出会って、革新を作ったわけですよね。なるほどね。ジョブズさんだって、スマホを作るときに、スマホを作るときに、日本に来たときに、パソコンの画面をこう触ると動くっていうのを日本が持ってたんですよ、誰かが。知ってます？ね。それを見て、画面を動かすってことを、アイデアをもらってるんです。これやっぱり革新したいと思うから、あ、これ使えると思ってやってる。だからいろんな世の中で経験する中で、これ使える、これやれるぞって思うその感性をね、常にアンテナ立ててないとやっぱりその出てこないんですよと私は思うんだな。まあ、あとは本を一生懸命読んだり、いろんな雑誌を見たりしながら、その中に何かキーワードが必ずある。それを見つけた人がやっぱり僕はその革新者だと思うんですよね。うん。だ同じものを見ても、やっぱりそう感じない人と感じる人がいる。これ感性なのかな？そんな感じがする。だから問題意識の人は、もうスッと流れちゃう。昔有名な話があって、戦後、スーパーマーケットっていうのがアメリカにあると言って、30人ぐらいで見に行ったんだそうですよ。ね。で、スーパーマーケットすごいなと思った。
けど帰ってきてやったのは、ヨーカドーとダイエーと、もうは、ライフかな。その他の人は未だに洋品屋やってるっていう話ですよ。やっぱりだから、一つの同じ経験をするんだけど、その経験をしたことが、ね、実行に移すか移さないかっていうのも一つあると思います。失敗を恐れたらやんないからね。だから、革新者なんですよ、彼らは。私もいっぱい失敗しました。よくうちの会社の、新しい会社を作ったり、いろんなことをやったやつ、計算すると、13勝10敗でした。13勝10敗。10敗がやっぱり今の成功の原点なんですよ。ね、やっぱりいろんな失敗をしないと、やっぱり、ダメなんだよね。だから、これやったら失敗しちゃうかなじゃないんですよ。これやったら 1% 成功するかなと思った人が、革新者だと僕は思うんだな。それができるかできないか。だからサラリーマン的な人はちょっとやっぱりできないな、それは。ただし、そういう人は潰す可能性もある。これはね。うん。だからよく言うんですけど、0を1にするタイプと、1を10にするタイプ。私は0を1にするタイプなんで、この経営をずっと走り続けたら潰れます、会社は。やっぱり1を10にするタイプっていうのは、今の私の社長だけど、彼はやっぱり潰さずにいろんなことをやってる。ただ、その中で革新を起こせるかっていうと、なかなか革新が出てこないのはやっぱり1を10にするタイプだっていうことですよね。それは感じますよね。まあ、その中で私は新しい風を吹かせろって、役員会で言ってるんですけどね。なんか革新をする、で、要はそのチャレンジをするのに当然失敗するリスクもあるわけじゃないですか。トーマ先生も13戦10敗、うん、7引き分けまだ成果が出てない7引き分けある。それをうちの社長はついてくれて、7引き分けをなんとか賞にしてもらってるんですけどね、うん、なんか変な話、キャッシュに余裕があって、それこそフィジフィルムみたいに、そうだね、内部留保が十分にあったりとか、うん、資産が何かしらすごくあったとしたら、多少その失敗したとしても、いきなり死にたいにはならないっていうところでいけるかなと思うんですけど、まあ、ある意味、こう、キャッシュとか資産がない。で、残りの期間もこれまでに成果を出さないといけないっていう中で、より一層こう、チャレンジするのが難しくさせてるのかなみたいな気がするんですけど、でもやるしかない以上って感じですよね。だから僕はね、今大手の会社が、新しいいろんなことを考えている中で、僕はやっぱり大手とコラボするっていうのが、まあ、ある意味ではその、本当に成功すると思ったら、それも一つかなって思うかな。老舗側の立場として、大手企業とコラボをする。そうそう、M&A で売るんじゃなくて、M&A じゃなくて、一緒にこういうのやるんだけど、やりたいんだけど、プレゼンを受けて、それでそれを一緒にやって、ちゃんと契約書作らなきゃダメですよ、パクられちゃうからね。ちゃんと作って、それで何かやるとか、そういうこともあり得るかなと思うし、最近は、そういう M&A もあるんだよね。大手に買ってもらうっていうか、こういう夢抱えてんだけど、お金足りないし、社員も来ないから、うちの夢を買ってくれって言って、大手に入る会社が結構ある。僕はあんまりお勧めしないけど。だけど、本当にやりたかったら、それも一つの判断かもしれない。資金力。だから選択肢はいろいろとあると思いますよ。でもこの先、その社員の仕事とこの事業を続けていくには、もう M&A でどっかの傘下に入る以外生き残る道はなかなかないぞっていう企業は出てくるわけですよね。出てきますよ、いっぱい。それはね、マネーゲームじゃなくてね、よくまあ最近はだからマネーゲームみたいになっちゃってるけど、本当にこの会社生き残って今やっている事業が社会に貢献できると思ってやってたけど、お金が足りなくなったり後継者がいなくなったり支援をしてもらう会社がなかったら M&A も一つの選択肢じゃないのかな。僕はそう思うけどね。僕は M&A は基本的に反対なんだ。安易な M&A ね。今まで一生懸命仲間でやってたあれだけど後継者もいないし、売ったらお金いっぱい入ってくるから幸せだなみたいな、そういう M&A は私好きじゃないんだけど、で若い人、いや本当に最近多いんだよ、若い人たちが自分が資金力がないから採用がなんか、今はまあちょっとそうでもないけど、採用が昔はほとんど取れなかったよね。
だそういうので3回にする会社結構あるんだよ。うん、まあ、今これからね、まあ、コロナ後どういう状況になるか分かんないけど、大手もやっぱり伸びたいと思ってるし、まあ、その辺のところをちゃんと、ね、契約書なり何なりでそのきちっとすれば、自分の経営は侵されないような形も取れないことはないし、まあ、それも一つかなと思いますけどね。うん、そういったその、まあ、若手の方であったりですとか、まあ、今回多分見てくださっている方の中には、まあ、その個人で事業をやっているような方だったりとか、まあ、これから大きい挑戦していくぞっていう人たち、まあ、そういった人たちが、例えばその老舗の方々と何かそのコラボレーションして、事業をしていくとか、うん、挑戦していきたい気持ちはあるけど、なかなかその接点が持てなさそうだったりとか、ハードルを高く感じちゃうケースっていうのもあると思うんですよね。うん、まあ、そういったその初めの突破力、得意な方々にとってみれば、いや、そんなのも、会って話すだけだよみたいな感じになっちゃうと思うんですけども、そういうのがなかなか経験がなかったり、これから挑戦していきたいっていう人は、どんなことを気をつけて、その提案していったら、受け入れてもらえる可能性って上がっていけそうですかね。うん、あれじゃないのかな、今だから、老舗だって困ってるわけですよ。やっぱりね、虎屋さんもこうやって作ってるけど、やっぱりある意味では売り上げが今、コロナで下がってると思うし、やっぱりだからそういう意味では何か、アイデア欲しい、何かやりたいって思ってると思うんです。ですから、そういうところに何か提案を、するっていうのは一つの考え方として、今一番提案を受けてもらえるチャンスなんじゃないかと、私は思う。だからそういう提案を、やっぱりぶつけてみるってことですよね。で、もし、老舗どこどこって言っていただけたら、大体私人脈ありますから、言っていただけたら、おつなぎしますよ。大体いろんなつてで持ってますからね。だからもし、はい、まあ、知らないとこは知らないけども、まあ、東京の老舗って言われてるとこは大体私は知ってますから、そういうところにね、何かこう提案、お菓子こういうふうなものに、いや、だから包装紙ですよね。包装紙とか、何かこう、僕ブランディングなんていうのはね、やっぱり老舗は一番やるべきかなと思ってるんですよね。ブランディング。ね、そういうものもなんか提案をしてみたらどうですかね。なんかそんな風に思いますよ。酒なんか、お酒ありますよね。老舗がいっぱいあるけど、あれネーミングで結構売れ合いが変わるんだよね。ですよね。よし、頼むときに、どうやって頼むかってわかんないよね。度数ぐらいしか出てなくてね。そうすると名前が面白いところ選んでるんですよ、やっぱりね。飲むときは、はい。やっぱりブランディングのネーミングってすごくあると思うんですよ。焼酎なんかもそうだよね。やっぱりそういうのをね、やっぱり積極的にブランディングでネーミングを考えたり、やっぱりそのイメージを若者向けにするっていうようなことを、やっぱりやるのもタイミングはあるんじゃないかな、今、特に、うん、なんかそんな風に思いますよ。うん、なんかやっぱり、老舗固有のその課題っていうか、何を欲してるのかみたいなのを、多分知る機会がなかなかなくて、だったら自分たちの持ってるこの技術でめっちゃコラボできんのにっていうのはあるような気がするんで、トーマス先生、そういう場を老舗僕の方に提案書もらったら、これはこっちだなって分けてもいいですよ、それは。老舗の提案があったんで、情報交換会みたいに作ってください。そうだね、そういうのも面白いかもしれないね。老舗の起業家とかたくさん集められる、そうそう、そういう起業家の人がプレゼンして、老舗の、ね、中でこう、まあ、さっき言ったパッケージだとか、ブランディングのその、うん、その商品のネーミングだとか、そういうのをね、やっぱり、こう、なんか提案するのはいっぱいあるような気がするけどね。いやいや、ほんとそうですね。コメントくださってる老舗のお店とインフルエンサーの掛け算の PR 面白いんじゃないですかって書いてくれてる人いますけど、いや、もうまさに僕の周りにいるクリエイターとか、それこそ、その、トレアさんとまで言わないまでも、老舗の日本酒とかのブランディングとかマーケティングとか面白い企画とか全然すごいそのたくさん出せると思います。そうだよね、うん、TikTok 使ってこんなことやろうよとか、うん、なんかインスタでこういうキャンペーン仕掛けようとか、そういうのこんな面白いコラボ作品やれないかなとか、うん、なんか別に電通とかじゃなくてもできることたくさんある気がします。そうだよね、そしてその取り組み自体がなんか結構イノベーティブな風を吹かしてくれそうですけどね。昨日もね、僕はもう亡くなってもらっちゃ困る一つの店に昨日行ったんですけどね、本当に、ね、美味しいんですよ。ところが、昨日は客は、我々と、もう一組だけ、ね、
どうだろう、40人ぐらい入るところが2組だけですよ。大丈夫だのって言ったら、でなおかつ今日はね、まあ、超美味しいサバが入ってるってわけ、サバの、ね、刺身が。お前それFacebook とか発信したのかって、いやしてないんですって。やっぱりだから本当そういう意味でね、発信が弱いんですよ、あの中小企業は。発信が弱い、それからアイデアがね、やっぱりね、固まってない。ね、この間も私、ある店、僕はコンサルタントなんで、行くとね、やっぱりちょっと一言言っちゃうわけね、美味しいですよ、焼き鳥が。もうね、ハツに関しては日本一、ぶどう屋さんっていうね、有楽町にあるんですけど、ハツと突破っていうね、品物はもう日本一なんだけど、そこはね、昔から意地張ってね、親子丼作ってない。ね、ところが、お客はもうほとんど夜、僕しかいないみたいな時が結構あって、お前ね、こんだけの肉が鶏肉いっぱいあるんだからね、親子丼昼出したり、夜も締めでしたら、相当あれになるし、親子丼で通うしているんだよって話をして、まあ、その後やるかどうかわからないけども、やっぱりそういう意味では、やってないこといっぱいあるんだよね。老舗と言われてるとこでも。そこなんかもあれですよ、60年、70年ぐらいやってる飲食店ですよね。昔はだから、まあ、客がいっぱい来たからよかったけど、今もう、パタッと来なくなっちゃってるわけ、夜のね、昼も。やっぱりだからそういう意味ではやれることっていっぱいあると思うね。僕はいつも言うんです、打つ手は無限、打つ手は無限。だから何かうちお客さんが言った時に、社長さん全て打つ手打ってますかって言うんですよ。そうするとね、素直じゃない社長はね、はい打ってますって言うわけ。絶対ありえないよね。ね、業績悪いんだよ、それで打ってます、絶対そうです。打つ手を全部打てば必ず成功すると私は思うんですよ。常に打つ手を考えていたら、いろんなアイデアもね、出た時に出てくるはずなんですよ。私はそう思ってるかな。いやー、でも本当に残すべき企業が、いや僕今鎌倉にいるので、鎌倉のやっぱり観光に頼ってた部分ってものすごく大きくて。あるでしょ。飲食店も特に通りを小町通りとか、その観光客の多いところだとすると、もう壊滅的なんですよね。で、その中でやっぱりお土産とか外食は本当に厳しくて、で、すごいこう、人気のお菓子屋さんとか潰れたっていうか倒産したんですよね。倒産っていうか畳んだんですよね。で、もう結構みんななんでっていう感じで、だってコロナの間でもお客さん結構入ってたじゃんみたいな、まあいろいろあったんだと思うんですけどね。なんかそういうのを、なんか若者の力とこうファンのエネルギーで一緒にイノベーションを起こして、より強固なファンにできたりすると面白いのになっていう。それはさ、ちょっとわかんないけど、後継者がいなかったんじゃない？または後継者、多分それは大きいと思いますね。それが一番だから、もう変な話、畳時だと思ったのかもしれないですけど、そこの時にね、そこの時に私やりますって手を挙げて、儲かったやつの何割かはその人にお渡しするような、そういうビジネスをやったらいいんだと思うんだよね。手挙げたらいいんだよそれ。いや、僕全然関係ない2カ所から、あの会社、成瀬さんの力なんとかなりませんかって言われて、いや、僕その、話したこともないし、みたいな。まあ、東京にも、その、高島屋とかそういうところにも入れてる鎌倉本店の、まあ、言っちゃう王林堂っていうお菓子屋さんなんですけど。いや、それはやっぱ後継者がやる人がいなかったんで、あれだけど、若い人がやればいいじゃん。それでロイヤリティ払ってさ。そういうのはやっぱりやりたい人いっぱいいると思うよ。逆にそれをね、私でもいいし、あなたでもいいから、やりたい人を手を挙げさせて、ちゃんと先行して、やれるかどうかの判断をして、その人だったらできると思いますよって言って、で、その代わりちゃんとロイヤリティをいくら払うとか、そういうことしたら残ると思うよね。俺はそう思う。まさにそういう、そうですよね。まさにそういうチャンスのきっかけって、ある意味、若者の部分なんかですと、ナルさんとか僕の周りって、まあ、比較的、この声は聞く。で、またでも、トーマ先生の周りでも、数的な企業でも、その後継者がいなかったりですとか、そういった
提案があったら受けたいんだけど、でもよくわかんない、その若者からなんか言われるのも、そうそう、ちゃんとしてるかどうかわかんないしって言って、その値段を踏んじゃってるケース、まさにその先ほどコメントもあったような、例えばその老舗企業をかけるインフルエンサーマーケティングみたいな部分って、むしろ一番響いていく可能性ってあるんじゃないかと思います、ね。あると思うの。うん、やっぱり本当ね、今あのお話になったけどね、後継者がいなくて亡くなる量が、今120万社いないわけだよ、後継者が。120万ですもんね。3分の1が後継者がいない。はい、ね、そういう中で、ね、残ってほしくないものもあるはずだよ、当然ね。だけど今みたいにね、世の中に本当にあそこの店残ってほしいなって思うような店がね、やっぱり残るためには、一つはやっぱりね、後継者を作る。まあ、うちはだからまあ、後継者探しますっていうビジネスやってるけども、やっぱりその後継者を探します。から、後継者探したらその人に、先ほど言ったように、売るっていうより、ロイヤリティを何か渡すような仕組みを作って、まあ、ウィンウィンの関係をね、作れるような形を取れるっていうのはあると思うんだよね。うん。M&A でただ商品として売っちゃうんじゃなくて、コラボして何かやるっていうのもあると思うし、先代だって、まだやっていきたいと思ってるけど、後継者いないし、まあやめときかなと思ったかもしれないけど、これでちゃんとやりますよって後継者ができたら、また頑張ってね、応援するというふうに思うし、なんかそういうのをね、我々としては何かやりたいな。うん。まさにそういった役割が、この遠間先生が、ご自身でも100年を超えるような、司法書士事務所を継承されながらも、ゼロから起業家として、ね、組織を作り上げられて、そして受け継ぐ側にもなられたっていう、なかなかこのまあ3つの役割、受け継いだことがあって、起業したことがあって、そして引き継いだことがある方っていうのは、やっぱり少ないと思うんですよね。そうですね。そして、この先生自らが、よし、YouTube いいね、挑戦しようと。よし、Facebook ライブいいね、挑戦しようと。何でもまずやってみようという姿勢を持たれて、その誰よりも、このまあ背中で語ってくださっているようなケースっていうのは、やっぱりあれだと思いますので、そういった部分が、まあ今後こういう発信の中でも、例えば、俺、こんなことしたいと思ってんだけど、誰かいい人いたら、その提案書ちょうだいよ、というような機会とか、作っていただけたら、多分、そういう提案で、新しい、その、チャンス、掴んでいくような、ケースっていうことも多分生まれてくると思うんですよね。ですよね。私はそう思う。はい、うん。だからね、私、日本酒大好きで、昨日はちょっと飲みすぎて、今日朝辛かったけどね。だけど、日本酒だって、やっぱりね、本当にね、今ね、あのダメな日本酒いっぱいあるよね。あのダメっていうか落ち込んじゃってるの伸びてるところがある、ね、やっぱりある意味では僕はブランディングがもう今すべてじゃねえかなと思うよね。やっぱり選ぶのにさ、名前で選んじゃうもんね、やっぱりね。実際にだって分かんないもん、そんなの。だからやっぱりそういう意味ではブランディングも必要だと思うし、まあ後継者をね、ちゃんとあのいなかったら後継者を見つけて、まあ、それとうまく何らかの形で、まあ、資本関係もうまくやりながらやっていくとかですね、そういうのもありえるのかなと思いますよね。 M&A だけが全てじゃないと私は思うよね。だ多分だから今のそのお菓子屋さんは M&A が嫌で辞めたんでしょ、多分ね。多分 M&A で売れましたよ、多分。そこのあの成瀬さんが言って、まあ、絶対そうだと思いますね。けど売らなかったっていうのは嫌だったからね、やっぱり他の人に、うん、踏みじられるのは嫌だからやめちゃったわけだよね。だったら誰かが協力ね、したい人がいて、その人がちゃんとやれるって保証があったら、そっちだったら残したかったんじゃないかなと思うけどな。あー、確かにな。でも日本酒のブランディングとか面白そうっすね。面白いと思うよ。だって獺祭とかってまさにその超売れ線になった日本酒だと思うんですけど、あれですよね、エヴァンゲリオンとかのアニメで取り上げ、その作品の中で飲まれて、結構それが話題になって、で、発泡酒の日本酒作ったりとか、結構若者向けにボトルをいろいろやったりとか、イノベーションを起こして、じゃあ飲み比べて、ダントツ獺祭が美味しくて、それ以外は全然って言うかって言ったら、それはないと思うんですよね。やっぱあのネーミングだよ。ネーミングってやっぱりその PR の方法ね。だからやっぱりあの社長は革新派なんだよ。あ、今もう会長になったのかな。あの、どうしようもない酒蔵だったのを、ね、あの、当時を全部やめさせて自分で分析して、とにかく誰でも、まあできるっていうか、あの、ね、会社内で酒は作れるような体制を作って、こうやったわけじゃない。
ね、それで今言ったシャンパンみたいな感じのあれにしたり、いろんなことをやりながら、革新派ですよ、あの人。革新を新しくね、するタイプ。うん。息子はちょっとどうだ。ちょっと、トーマ先生、やっぱじゃあ、老舗革新塾みたいなのやってくださいよ。ああ、いいかもしれないね。うん。で、うん、もう、死ぬか革新するか。デッド・オア・イノベーションっていうの。すごい。100年の歴史に幕を下ろすか、いいね、新たな100年のスタートを切るか、どっち、うん、ああ、いいね。そして、去年400社潰れてるんだよ。400社潰れてる。だって今って正直その延命してるだけで、いつでも潰す準備してるところあると思うんですよね。いや、いっぱいありますよ、それ。うん。やっぱ、いや、で、いや、それこそ、その、なんか、全くゼロから作るのは得意じゃないかもしれないけど、今あるものをもっと今の時代の良くしたいっていうタイプの経営者はいると思ってて。どっちかっていうとこう、第2層タイプっていうか、トーマ先生みたいに全くのゼロイチを見つけるのは得意じゃないけど、例えばじゃあもう下火になってるこの日本酒をなんとか救うってなったら、こう思いつける人っているかなと思うんで、なんかそういう、人材に光を与える機会にもなるし、そうだよね、うん、なんか考えようかね。ここはいいですよ、日本酒大好きだから。さらに言えば焼酎だって同じだまあ別に種類に特化しなくてもいいんですけど、焼酎もだから老舗って言われてるところで伸びてるところってダメなところいっぱい出てますよ、それは。ああ、いやー、そうっすよね。またそういう方々も、あ、こんな風にしたら変わっていけるんだっていう、その手応えだったりとか、その事例を学べたりすると、いや、だったらうちだってこんなことあるよっていうことは、多分気がついてない方いっぱいあると思うんですよね。僕もお世話になっている関係性も深い日本酒の酒蔵さんの一つに、飯沼本家さんっていう、千葉の酒水で、もう何百年もやってらっしゃるようなところがあるんですけども、そこは、ボジョレーヌーボーって、このワインであるじゃないかと。日本酒ヌーボーっていうのを数年前に提案、まあ、草案されて、でクラウドファンディングで1000万以上応援も集めていったりしながらですね、でもそれも自社だけのものにするんじゃなくて、日本酒業界にも知られた人がいたらって言って、商標は多分取られていると思うんですけども、一緒に盛り上げていこうよなんていうふうにやっていたりですとか、まあ、その方はちょうど同世代ぐらいの若いこの次の後継者だったりするので、ぜひ先生にも紹介させていただいたりとか、ね、多分そういう方々と一緒に何かそのこんな事例あるんですよとか、でもこういったところ多いんですよねっていうような、比較的その僕たち世代だとちょうどこの事業を受け継ぐ側になっている年齢になってきてると思うんですよね。そちら側の目線っていうことなんかではきっと伝えられることっていっぱいあると思いますし、日本酒ヌーボーっていうのは日本酒がこう出来たてを、そうです、混ぜるってことだね。まさにそのまま、それで瓶詰めしたものを当日中に発送しますみたいな感じ。ああ、いいね、それ。うん。それもやっぱりそのブランディングで素敵な方をですね、招かれて、死水の夜明けっていう名前だったと思うんですけども、まあ、そういったストーリーとですね、ラベルを変えられて、やっぱその挑戦されてるんですよね。まさに先生がおっしゃられたりとか、成瀬さんがこんな風にしたらいいんじゃないかっていうことなんかを、自でやってらっしゃるような方なんです。それストーリーなんだね、僕なんかホームページとか映像とか作るのをやるので、まさにブランディングとかそうですけど、このホームページ変えるだけで絶対採用もマーケティングも変わるよなっていう老舗たくさんありますよね。あるよね。もう最近やろうか、ね、老舗イノベーションとかやりましょう、はい、僕が何できるかあれですけどいやいや、あなたもだからいいんじゃない、その YouTube のね、そのあれだとか、俺はだから100年、今日から100年企業のね、講義をして、だからあなたはだからそういう意味では、その YouTube のそのあれをこうするとか、あとブランディングをやる人とか、いろんな講師を呼んでやったら面白いと思うね。そうですよね。いやいや、本当に、それこそ生きのいいベンチャーの経営者とかを、うん、まあ講師っていうか、なんか連れてきて、うん、逆にこう、ね、うん、ディスカッションをするっていう機会をやってったら、うん、いや本当にいいはずですよね。し、ベンチャーにとって老舗とね、取引先になると売上以上に箔がつくし、ね、箔がつく、そうそう。それからね、やっぱりね、今みたいな話してるとね、ワクワクするんだよ。ワクワク感ってすごく重要。
本当に僕はだから毎日ワクワクしてるわけ。周りの人たちに迷惑かかってるかもしれないんだけど毎日ワクワクしてるんですよ。私いろんなことがやりたくてしょうがないこといっぱいあるから、失敗ばっかりなんですよ。だけどやっぱりワクワク感ってすごく人生の中で一番重要だし、ワクワク感がやっぱり新商品を生んだり、ワクワク感が必ずいいものを生むというふうに思うんですよ。それがやっぱり重要だよね。倫理法人会で言えば起動、喜んで働きますっていうね。倫理法人会ではね、明朗愛は起動って言うんですよ。人生を幸せにするには明朗ね、明るく元気から愛はっていうのはみんなで仲良く起動、喜んで働きます、この3つを実践した人が幸せになれるんだ。幸せになったし、なってない人は必ずどれかを実践してないんだっていうことを丸山先生が言ってんだけどさ、本当そう思うよ俺。うん、俺も実際にうまくいかなかった時っていうのは愛は足りなかった。やっぱり社員をもう本当怒鳴りつけたり、社員の言うこと聞かないでやってた時期はやっぱ一番ダメだったね。社員をね、感謝して社員と一緒になってやるようになってから伸びたよね。メロはもう生まれつきだからしょうがないね。そうだね。で、軌道はやっぱりね、使命感。俺はこのグループをとにかくね、ワンストップグループ作るっていうことと、明治大学続いてるこれを受けて、やっぱり社会に貢献したいっていう、その使命感があるから、もう要するに喜んで働いて、だから朝起きて、今日会社嫌だなって思ったこと一回もないわけだよね。だからそういう意味では、愛は足りなかったんで、やっぱりなかなかうまくいかなくて、その愛を考えたときに、200名ぐらいまでの会社になったんだけどね。やっぱりそういう意味では本当に明朗愛は起動っていうのが、実践した人は幸せになるし会社良くなります。だどれかが欠けてるんです、うまくいってない人は。まさにそういった本当に長く多くの方々に学ばれているようなそのエッセンスもきっとその若者たち、これから起業していくと挑戦していくぞって方も、きっと吸収していくべきですし、また逆にこういったそのもう物心ついた頃から勝手にスマートフォンがあって自分で見たい YouTube を検索できるようになったりとかしているような、このデジタルネイティブの世代の人たちとの多分融合っていう部分、お互い何かその人たちは多分自分たちとは違うからっていうふうに思いすぎていると、その接点が少ないだけで、実は一回顔合わせたり、それはオンラインでもオフラインでも話してみたら、あ、そういうことだったらぜひ力貸してよっていうケースってすごくたくさんあると思うんですよね。特にそういった経験なんかを僕たちであったとしても、なかなか全くゼロからの場面に出ていくことって少なかったのを、ちょうど先生はまさに一緒にカンボジアにおととし行ったじゃないですか。もう一つのですね、先生方には高級なバンに乗っていただいて、もう一つのですね、ライトバンの方に我々乗りながら、ツイッターを実は始めてたんですって、あそこで。あ、やってたね。はい。だからそういったところで、僕たち自身も、いろんな接点がなかった人たちに、このツイッターを通して出会っていく中で、あ、こういう考え方を持っている方々がいるんだと。新しい発見はですね、ある意味、Facebook なんかですと、実際にもう繋がってる方々もいるので、発信すればそれなりの反応ってあるじゃないですか。ただ、Twitter だと、誰も知らないところに、この石を投げてもですね、何の反応もないんですよね。投稿しても。そういうところから、この1年間、1年半、2年ぐらいになるんですかね。経験できたことっていうのは、また新しい学びや気づきを、すっごく得られましたので、うまく、そういうその老舗の、ある意味その経験値がある方々、かけるっていう部分でのその新しい風を吹かせる、今日そのアフターコーナー生き抜くリーダーのマインドセットっていうキーワードでもありましたが、この新しい風を吹かせていくっていう部分においては、今まで想像を超えたこのコラボレーションというかですね、ジョイントをしていくっていうキーワードはとってもお互いの強みを生かし合えるようなものになっていくんだなってことをすごくお話伺っていて感じました。いや、なんかワクワクするね。なんか本当新鮮だね。人たちと若い、ね、はい、これからの起業家の人をうまくマッチングして、お互いにね、ウィンウィンの関係でやれることってあるんじゃないかなって思うな。うん、それをやっぱりつなげるのは、老舗とつなげるのは俺だし、あなたたちはやっぱりそういう人たちを、こうね、起業家の人を集めるっていうのもいっぱいあるような気もするし、やっぱりそんな感じがするな。うん。いやー。
いや、なんかすごいそこをつなげるだけで面白い化学反応起こるような気がします。そうだ、化学反応だよな。なんか単純なその DX 進めましょうとかそういう話だけじゃなくて、なんかその感覚というか、これからの時代をこうどう見ていってるのかみたいなものも含めてこう融合していくことによって、あ、なんかやっぱ変わっていかなきゃっていう化学反応は起こせる気がするんですよね。うん、そうだね。うん、じゃあ老舗イノベーション塾を、いや、ちょっとやろう。塾長、トマ塾長。いや、もうすぐさ。また新しいことが始まってしまうという。あの、俺は隠し側だから、あのアイデアは出すけど、やるのはもう、うちの、まあ、これ、あの、俺の番頭さんがやるのでね、あれなんだけど。いや、面白いよ、それ。うん、ぜひでも、まあ本当にあの、間もなく、あの、あっという間の1時間にもなっていくところではあるんですけども、まあこういうふうにして、きっとこの、今までのセミナーっていうと、その、先生がたくさんのご経験やその知識の中から有益なものを、まあ、アウトプットされる。そして、特に、あの、このオンラインなんかですと、まあどちらかといえばアウトプット中心になっていくと思うんですけども、まあこんなふうにしてその会話をしていくと、ある意味、その発信していただける部分って先生でいらっしゃりながらも、またこの、話してくださったことに対してのその反応で新しい学びや気づきっていうのを、多分お互い得ていけるような、まあ、そういった空間にも、すごくなっていけるんだなってことを改めて、感じました。そして、あの、きっとこういった、あの、このコラボレーションが、どん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 その加速していければ、本当はそれを求めたんだっていうものを、思わぬところで、その、まあ、つなげて、いける場面にもすごくなっていけるんだなっていうことも感じられましたし、ぜひ最後にそのナレスさん、そしてまとめとしてはトーマ先生からメッセージもいただければというふうにも思いますが、ナレスさん、今日はいかがでしたでしょうか。あ、トーマ先生、河合くん、あの、どうもありがとうございます。なんか僕鎌倉にいてコロナでこうずっと家にいるっていう時に、当然自分の会社も結構大きな舵取りをして、まあその新規事業にかなり投資をして、今期大きく赤字出てもいいからやるぞって言って、まあ、僕らの会社も結構舵を切ったんですけど、やっぱり自分のこう住んでる街で苦しんでる飲食店とかお土産屋さんとか、やっぱり老舗企業たくさんあって、なんかこうできないかなっていう思いがあって、頑張ろう鎌倉って Facebook グループの立ち上げをちょっと協力したら、ブワーッとこう3000人ぐらい入って、おお、すごい。鎌倉の飲食店の結構ほとんどが入るみたいなぐらいのグループがバーってできたんですよね。でも、なんか、まあ、その、おこがましいかもしれないけど、僕がなんかきっと力になれるんじゃないかって思いつつも、やっぱりじゃあ、その、何の脈絡もなく僕がなんかお力になりますよって踏み込んだら、なんか別に僕はなんかそれを、なんか商売にしたくてやってるわけじゃないし、まあ、どこまで責任取れるかわかんないけど、何か力になれればって思っているぐらいだとしても、やっぱり、なんていうかな、受け入れる方もむずいんだろうなって思っていて。それこそその、王林堂さんが閉店するっていうのに対して、いや、ここまでなんかちょっと会いに行ってみようかなって、本当に思ったんですけど、なんかこう、やっぱりできなかったんですよね。って考えると、なんか、すごいたくさんいるような気がするんですよ。そういう老舗の力になりたいし、自分だったらなんかできんじゃないかと思ってる人が。でもやっぱりその、トーマ先生のような、なんていうかな、ちょっと、語弊を恐れずに言うならば、ある意味もう自分の私利私欲じゃないよね、もうこの人は。もうなんか、別に余生っていう言い方おかしいですけど、この人は自分の築き上げてきたものを還元しようとしてるんだっていうし、やっぱり実績もある人だから、ちょっと若者に会ってみろよって、トーマ先生みたいな人が言って繋いでくれて、僕らとか僕らよりもっと若い、面白い、若者たちが会いに行ったら、なんか全然やっぱり話が早いんじゃないかなと思って、なんかそういうブリッジというか、を、やっぱりトーマ先生のような、なんか社会的に信頼もあり、かつやっぱり革新派として老舗を見れる方こそが、やっぱりそういう役割を果たしてほしいし、もしなんかその、なんていうかな、ずるいのかもしれないけど、そうやって橋を架けてもらえれば、僕らみたいにその橋を渡って、じゃあもっとこんなことできますよって、EC サイトもっとこうやったらうまくいきますよとか、で思い切ってこれ海外に出しましょうよとか、今ネットでこういう売り方流行ってるんで、絶対これ相性いいですよみたいな、
TikTok とかでみんなで配りましょうよとか、なんかそういうのがうわーって出てくるのを感じて楽しいなと思ってます。ありがとうございます。ワクワクするでしょそれ。僕はね、もうワクワクします、ワクワクします。うん、ね、思ってんだけど、なんか今俺思ったんだけど、鎌倉のそういうのが入った時に、それこそ Facebook ライブでさ、ね、うん、今日から100年企業どうするんだって、講演を例えば俺が30分でやるとか、それからブランディングをどうするんだとか、それからまあさっき言った、その後継者がいない人をどうやって探していくのかとか、そういうのをなんかこうやったっていいんじゃないの？俺は無料でやる。そうですね、そうですよね。もうなんかそうやってね、応援団を。で、そういうのが、鎌倉で成功したら、例えば浅草だとか、ね、その、ちょっとこう、老舗の多そうなとこでやるのも一つ手なんじゃないの？あとは、酒蔵、ね、酒蔵、Facebook みたいな、あれで経営に困ってるっていうか、経営に悩んでるような人の集まりの Facebook 作って、で、Facebook ライブでこう、なんか、そういう話をするとか、そういうのいっぱい全国で作れるんじゃないの？なんかそんな風に思うけどな。ちょっと思いました。はい。ありがとうございます。先生、どうでしたでしょうか？こうやって、まあ、1時間話していただいて、初めての取り組みだったと思うんですけども。楽しいね。ワクワクするね。もう本当に私はもうワクワク、もうとにかく今もだから老舗のね、人たち集めて何か、あとその今みたいな革新の若い起業家の人と何かこうミックスするようなねことができたらいいなっていうふうに思ったし、それから地域別にね、おせっかい度っておもてなし度は日本は多いんだけど、おせっかい度って日本はないだか知ってる？そんなのがあるんです。人が、損も得もしないけど、声をかけて、大丈夫ですか？声をかけてあげるとか。めちゃくちゃしなさそうですね。低いんだよ。54位。最下位は中国。ね、中国。で、おせっかい度が日本は低いの。うん、おせっかいで、俺なんかおせっかい度高いんだよ。だから、結構、うちでも大変なんだけどさ。うん、やっぱりそういう意味ですよ、おせっかい度っていうのがすごくやっぱりこれから重要なのかなと思うな。だから成瀬さんもだからそんなのやっちゃいけないかなと思ってるけど、本来はやった方が多分、なるほど、これおせっかい度がだから、おせっかい度上げてきますね、うん、上げた方がいいような気がする。うん、まあただ俺はもうある意味ではね、もう社長会長譲って社長譲ってるから、あなたはもう社長でバリバリやんなきゃいけないから、まあそういう仕事とのね、こうあれを考えるかもしれないけど、結果的におせっかいした人は鎌倉の中でまたそのいつかはビジネスとして帰ってくるよ絶対それは。うん、別にこっちから営業しなくてもさ、なんかやっぱりそういうの出てくるような気がするよ。うん、すいません。そうだと思います。本当にいや、ありがとうございます。そういう力強いメッセージを聞ければきっと、その逆に純粋にこの若い人たちなんかも、そのギブをしようって言ってやってるんじゃなくて、もう単純に誰かに喜んでもらえたらいいなとか、必要としてもらえてるからやろうっていう風にされてる方々も、今のようなメッセージ聞けたりすると、すごく勇気をもらえるというか、あ、これでいいんだなっていう風に多分思ってもらえると思うんですよね。ですので、ぜひぜひ、その今後もこういったようなメッセージは、今日もこうやってお話ししていきながらで言うと、意外とこの後継者の方に特化して話をしていくというよりも、むしろ何か新しく挑戦していきたいと思っているような人たちとのその掛け算、化学反応の場っていうところの、この空き用の部屋じゃないですけども、何かこういったような場をですね、作っていっていただけたらいいなということを。化学反応の部屋ってのはいいね。もうなんか本当にこうね、今まであんまりこうね、こうその関係性がなかったところをうまく我々がつないでいって、はい、うん、はい、でそれが化学反応を起こして、ね、日本経済の、ね、発展に寄与するなったら最高じゃん、うん、はい、素晴らしいですね。ぜひそういったきっかけに作っていけるように、我々もまた場作りであったりですとか、先生にも提案もさせていただければと思いますし、はい、ぜひこれからまたいろんなメッセージ学びをいただければというふうにも思っております。ではちょうど1時間にもなりますので、これで、まあ、第0回目の、この Facebook ライブ、終了させていただきます。先生、皆さんありがとうございました。シューアゲイン！ありがとうございます。シューアゲイン！シューアゲイン！英語喋れないんだけど、シューアゲイン。では、ありがとうございました。失礼します。本日は、
YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。